おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日もコミュニケーションのヒント、ボイシー YouTube ポッドキャストでお届けしてまいります。今朝のテーマは怒りが一瞬で消えてしまうコミュニケーションです。その前にお知らせです。来月開運をテーマにした講座を開催いたします。あ、そういえば昨日会った方も、飲食業界で大成功をされている方で、本当に何ヶ月先までこう予約が取れないという、そういったお店をされている方なんですけれども、運がいいんです僕はっておっしゃってましたね。そんな運がいい人になっちゃう講座、来月やります。そして来月また2月の23、24、25は湘南でリトリートをやります。空いてるよという方、そのまま開けておいてください。さらにさらに4月16日からはマスタークラス第4期がスタートします。自分も知らなかった新しい自分、いや正確に言うと本来の自分に出会う講座です。もちろんコミュニケーションスピーチも上手になっていただきます。詳しくは概要欄からリンクをクリックしてホームページご覧ください。それでは参りましょう。今日のテーマでございます。怒りが一瞬でなくなるコミュニケーション。昨日友人のお店にご飯を食べに行ったんですよ。すごい久しぶりですね。1年ぶりぐらいだったんじゃないかと思いますが、もう本当に何ヶ月先まで予約が取れないお店なので、なかなか行きづらいんですね。ところが先日ちょっと用事があって電話しましたところ、この日夕方空いてるよっていうことだったので、はい、昨日行ってまいりました。そしたらね、カウンターの奥に、お花が飾ってあったんですけれども、その横に動物が置かれてたんですね。動物というのは陶器でできた仏像、陶器ですから、つまりこう土をこねて焼いてできた仏像のことです。で、何の仏像ですかって言ったら、愛染明王だということなんですね。愛に染まる明王、愛染明王、愛の仏として知られています。いやー、この仏さんは怒りを愛で包んでくれるらしいんですよ。それでうちの神さんがね、怒った時に助けてもらおうかと思いまして、なんていうね、ちょっとした小ネタも挟みながら、その愛染明王様を友人が紹介してくれました。その話を聞いた時に、ちょっと待てよと、怒りを愛で包み込む、まさにその前の日のマスタークラスの授業で聞いたばかりの話ではないかと思い出したわけです。ある受講生さんが旦那さんと4人のお子さんと6人で夕飯を食べていた時のこと。ワイワイガヤガヤ、この日こんなことがあったんだというね、お互いに出来事を語り合う、すごく楽しい時間なのだけれども、次男の9歳の男の子の食べる態度が悪かったのか、なんか言ったことが気に入らなかったのかわからないそうなんですが、旦那さんがね、なんやその態度と、聞いてんのか、ちゃんと返事せえって怒り出したそうです。で、そう言われた9歳の息子くん、なんかこうちょっと納得のいかない態度を取ったんですね。するとお父さんは、ちゃんとはいって言えって言ってるやろということで、怒りがね、こうどんどんボルテージが上がっていたわけですね。しかも席が隣だった。で、その息子くんの耳をビーッとこう引っ張り出した。それからが長い、1分、2分、3分、もう5分も経っとるやんかということでね、周りの家族もだんだんとこう食べる手が重くなっていって、ご飯もおいしくなくなって重たい雰囲気になったわけですね。さあ、そこでお母さんであるその受講生の女性は旦那さんに一言、もういいやん。はい、そしたら今度は怒りの矛先が奥様に変わりました。だいたいお前が甘いねん、甘いから子供にも舐められてんねん、こいつこんなんでいいん、だいたいコミュニケーション習ってんねやろ、全然役に立ってへんやないか、ということで奥様が今度は責められたんですね。
でもなんか私の子育てが悪いって言われたみたいだし、こうやって学んでんのに何も変わってへん、私が悪いって言われたみたいで、なんかもう悲しいけど、それよりもムク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 怒りが湧いてくる。でもそれ旦那さんにぶつけてしまったら、もう経験上これは倍になって帰ってくるなってわかるから、もう何も言わずにさっさとご飯食べて、さっさと片付けをして寝る準備をしたそうです。そして眠りにつこうと息子さんとお布団に入った時、9歳の息子くんが言うそうです。ママ、今日は僕のせいでお父ちゃんに怒られてしまってごめんね。泣きながら話してくれたそうです。彼女は正直その次男くんのことを、まあ、ちょっと難しい子やな、わがままやしな、扱いにくい子やなって思ってたそうです。でも、はあ、こんな優しい心もあるんやと思ったら、切なくてちょっとかわいそうになって、胸が苦しくなって、ごめんね、大好きだよって。そう思ったら、あれ、もう旦那への怒りなんてどっかに行ってしまって、あったかい気持ちになりました、という体験をシェアしてくれたんですね。まさに愛染明王、子供は天使ですね。いやー、自分もなんかこう怒りに飲み込まれそうになった時、あるいはその場でね、怒りが勃発した時に、愛でその場を包めるような、そんな人になりたいなって思ったことを、昨日愛染明王を見ながら感じておりました。今日も聞いてくださってありがとうございました。西田明子のコミュニケーションアカデミーでした。